こんにちは、翔太です。今回は新しく来た豪運を呼ぶ金の卵を見ていこうかなと思います。少女の巡礼ですね。見たんですけど、前回と一緒でしたね。レオニダスまでだったんで、ちょっと残念な気持ちになりました。それではですね、ハンマーパックは480円で1日1個、3800円で6個が、期間中5倍、報酬が最大3倍にってどういうこと？ハンマーパック代20個で1万1800円と。で、イベントの方がですね、ランダム卵2つとセレクト卵、この中にですね、そんな大したものは入ってないですね。炭造石1個、椿椅子1個、なんだこれ、恋文、とか、いろいろ手に入るみたいです。個人的には椿翡翠かなと個人思います。バフがあるみたいですね。1個の中身が必ずセレクト宝箱と同じになる。少なくとも1個の中身が、必ずセレクト卵と同じになるっていうのもあるみたいです。ちょっとヘルプ見ていきますか。ラッキーハンマーを使用して1回と10連割を行います。1回の卵割りで真ん中のセレクト卵1つとランダム卵2つ、合計3つの卵を割ることができるというところなので、報酬はですね、先ほどセレクト卵に入れたものと一緒なんですけど、全部同じ確率なんだ。椿翡翠めちゃめちゃ欲しいけどな。なんで、1日1回ですね、椿翡翠480円で1個もらえるっていう風な感じですね。で、セレクト卵から得られるアイテムに関しては事前に選択することが必要です。選択したアイテムは卵割りを行うごとに必ず入手でき、ランダム卵から同じアイテムが出現する確率も上昇します。なんで、さっき均等って書いてありましたけど、ちょっとバフがかかるような感じになるみたいですね。で、2つのランダム卵からは提供割合に応じてランダムでアイテムが出現し、セレクト卵とランダム卵の商品が一致すると商品量が増加します。片方が一致した場合は商品量が2倍、2個手に入ってそれが2倍で4個ってことですかね。で、両方とも一致した場合は、3個手に入ってそれが3倍になって9個っていう風な感じかなと思います。480円で9個手に入ったらいいと思いますよね。ちょっと課金しようかな。私、椿翡翠結構もらえるんかな。私はちょっと課金してみようかなっていうふうに個人的に思っています。ここちょっと、セレクト卵で、選んだアイテムが 19% と、で、全部で10個あるんで残り 81%、 19% と 9% って感じですね。なるほど。ちょっと課金しよっかな。480円でしょ。ちょっとそんな10連も20連もやるつもりはないんで、1日1回のおみくじみたいな感じで、1日1回500円って高いな。ちょっとありかなって思ったんで、私は椿翡翠目当てに回してみようかなと思います。9個手に入ったらおっしゃって、4個手に入るだけでも結構嬉しいですもんね。椿翡翠は持っていると UR1000 のキャラクター UR1000 の奥義ですね、かなり狙いやすくなってくるような感じになりますので、MR アバターの再販もかなり最近来ているような状況なので、正直ですね、持っといて損はないかなと思うので、ちょっとこれ私の日頃の課金ルーティーンの中に組み込もうかなととりあえず思います。今週1週間ちょっと課金してみようかなというふうに思いましたね。ちょっと短いですけど、今回の動画はここまでにしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。